これで終わりです。お疲れ様でした。はい、たとえバリスタがあったとしてもドラゴンにさえ刺さらなければいいんですよ。ほら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 、でここ燃やしきる。あ、もう全然余裕でしょ。はい、残念でした。はいはい、さすがに勝てるよね。さすがにドラゴンがやられたし、これフォーインワンされる。フォーインワン、綺麗に直線で打ち抜かれてんじゃねえよ。ざけんな。いける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 。少しずつ夏が近づいてきて金玉の裏が群れ始めている皆さん、こんにちは、ケッツンです。ということで今回もトータルアキュレイトなんとかシミュレーターやっていきましょう。前回ですね、私このチャレンジというやつをだいぶやってもう半分ぐらいまでいったんかな。だからもう下手したら今日はチャレンジクリアして最後のなんかダイナスティみたいな一番やばい難易度いけそうな気がしているんですが、やっていきましょう。あのですね、なんか実は隠しキャラみたいなやつらがいるらしいんですよ。前回のエンディングでチラッと映ったやつで、まあ隠しキャラ結構強キャラ集がやばいので、まああれはクリアしてからでいいかなと思っております。はい、まあ正々堂々やっていきたいですね。あれってかこれクリアせんかった。まあ正々堂々言うてまたこれ斧でしょ。斧はもうなんかバルキリーなんだよ。もう初手バルキリー、バルキリーさえいればいいから。あー、ちょっと待って、そんな早く死ぬことある？バルキリー弱体化入った？しかも裏にワンサカおるやんか。こっち2200ポイントやぞ。もう隠しキャラ解放するぞ。そんな感じで来るんやったら全然もう見当もつかんっていうか、もう心折れてるもん俺。もうなんか弓矢とかでなんとかなったりせえへん。おっし、もうなんか運ゲーちゃうの、こんなもう運ゲーやろ。あかん、もう頭働かへん。ああ思い出したわ、忘れとった、これや、これ、こいつらよ。うん、この炎がむちゃくちゃ強かったんやって。で縦でちょっとそうそうそう我慢してもらいながら、もうほら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 、いや強っ、いやほら、うわー、もう全く近づかさん、うわっ、炎ゲーじゃねえか、うわ強っ。弓兵とかなんかすばしっこいやつがおらんかったらこれ使っときゃ問題ねえな、つえー。あれ聞いてなかった俺の話ねえ。いやまあ確かにかっこいいよ配置は。いやめっちゃかっこいいな、この縦と縦の隙間に槍入れてる感じ、本格的やね。いやでも聞いてなかった、ドラゴンいやー言うてるやろ。いやドラゴンゲーならもう間違いないよね。うん、だからまず魔法使いであのバン弾いてもらって、え、ちょっと大丈夫、え、なんかさっきと様子違うやん。あ、行ってあげてあほうがいいよ。後ろの人は地に足ついてないけど。お、大丈夫。あ、強い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 。どういうこと？あれ？ドラゴン封じやん、これ。嘘やろ？これ、騎馬隊！俺の中でクソザコと言われる騎馬隊が、こいつ移動速度速いからドラゴン封じなるんちゃん、まさかの。まさかの天敵になる、ついにドラゴン部隊の目の前に、まあいつも通りの生贄ね、うん、これがニューケッツの陣だから。いや味方ごと引き殺したよ。あー届いてない、届、あ、抜けた抜けた抜けた、やばい、こいつ天敵になる。雑技団かよお前。かわしたで、ドラゴン、ドラゴンかわしたやんか。あー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 、なんやねん、もう全然あかんやんあいつ、騎馬隊何が天敵やねん。さあかわされとったで。あ、かっこいいこれ、なんやこの陣形、いやかっこいい、君ちょっと槍、これ前の人の気持ち考えたことある？もう、もう、いじめられてるやん、かわいそうやって。その槍、さあ引いたらこれ、首スパンいくんちゃう？
かわいそう。いじめやな、陰湿な。ぶち殺すわ。はい、完璧です。はい、勝ちました、ありがとうございます。まあこのね、盾が、あ、盾じゃねえや、魔法使いが最初風穴開けてくれますわ、ズバーン言うて。ほらね。で、あとはもうここドラゴン、もうあと燃やすだけの簡単な作業ですね。はいはい、お疲れ様です。はい、効きません、ドラゴンに魔法は効きません。はい、お疲れ様です。ちょっとどこ行くんだ。あー、やべえ、ドラゴンが暴れてる。あー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 、なんかいる。あ、びっくりした、違うな。あ、負けた。いや、もう絶対勝てたと思うんやけど、なんか若干左に寄ったよね、ドラゴン。なんか左に行きませんでした。ほらほらほら、明らかに違う。誰をターゲットしてんの。で、ここで方向転換するんよね。何に引き寄せられてる、何に。あれ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 、さっき負けたのに次圧勝じゃないですか。何も変えてないのに運ゲーだな、やっぱり。あー、そういう感じ。あ、ハーピー久しぶりやね、敵にハーピーが来るのは。いや、だからね、もうハーピー時代遅れなんですよ。もう弱体化されてるでしょ、きっと。あ、これです。はい、ありがとうございました。はい、でまずヘッドスライディングでバーバー行って。あー、違うんですよね、ハーピーにそいつ狙われたらちょっとやばいんですよ、自分。こんぐらいかな。そう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 。で、ハーピーを燃やしたら、こっちもハーピーを燃やしたらね、燃やしきれ、ハーピーを燃やしきれ、燃やせ燃やせ、殺せ殺せ。うわ、完璧や。おはやべ、完璧じゃないですか。やだー。いや、こいつ一番強いわ、一番強い。負ける気がせえへん、もうこいつさえいれば。いやー、はい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 、はい、これで終わりです。お疲れ様でした。はい、たとえバリスタがあったとしても、ドラゴンにさえ刺さらなければいいんですよ。ほら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 。で、ここ燃やしきる。あ、もう全然余裕でしょ。はい、残念でした。はいはい、さすがに勝てるよね、さすがに。ドラゴンがやられたし、これフォーインワンされる、フォーインワン。うそうそ、綺麗に直線で撃ち抜かれてんじゃねえよ、ざけんな。いける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 、早く早く、やつが引き切る前に、いける、間に合え間に合え、前へ。もうめっちゃ綺麗に抜かれてるやんか。まさか一直線にバリスタでスパンいかれるとはな。よしよしよし、気持ちいい。左サイドにずれてもらって、車線を一直線、直線上にならんようにしとこう。あー、これ暴れてるタイプの。うわー、これほら、もうドラゴンの意志がね、強すぎんねんな。ちょっと頑張って頑張って、こうグッてこう手元に引き寄せてくれんと、これ来るよ、これまた来るよ、これ。あ、いや、で、逆にこの暴れっぷりが敵のバリスタをかわしてる、この暴れっぷりが逆に、いや逆にいいんやけども、これ多分バリスタのとこに行くまでにあと3発ぐらい。うわうわ、これさすがに槍には勝てなさそうですよね。どんな気持ちね、どんな気持ちですか。もうこれもうちょっと前やな。お、バリスタはもう運ゲー、もうなんとかして。あ、これちゃんと歩めてる、大丈夫大丈夫。まず一発目のバリスタは行かない、よし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 。で、ここで確実にこいつらは葬れる、それは間違いないんだ。こっからなんだよな、こっからバリスタのかわして、攻撃をかわせー。あ、二人生きてる、二人生きてる。ちょ、直線上じゃダメ、直線上じゃダメ、割れろ、割れてくれ、頼む。よしよし、いけ、あとはタイマイヤー、届く、お前の拳だ、届く。おい、ちょっとまっすぐ、ここ、あ、かわ、神、神、かわし方が神、攻撃してる？かわすのはええやけど、あ、足で、右足でこう微妙にちょっと踏んでんな、かわせ！
くこれ前方は4匹でいいかもわからんな、もしかして。これ4匹にして、バリスタが結構うざいから、後方バリスタ、こいつらが、バリスタやってもらおう。この4人が最初のヘイト、そしてバリスタの槍を受け入れる。で、あとはもう、こいつらは炎や。炎、炎。完璧。はい、完璧です。完璧です。で、このドラゴンでさえも生贄。あ、これ4インワン綺麗に来るぞ。うめえんだよな、このバリスタ。このバリスタうめえんだよな。だからこれさ、3人さ、いやー、ほらーほらー、なんでこれ横にならんかな。大丈夫大丈夫、ヘッドスライディング集団、ヘッドスライディング集団も一列なってませんか、これ。大丈夫です。あ、ナイス。あ、これ勝ちました。はい、勝ちです。はい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 、残念でした。はいはい、あとくるくる回ってますね。あー、残念です。神ゲーですかこれ。投石機ね。弓兵がいるね。まあ、弓兵がおったら確かに、きついね。弓矢ですかね。どうでしょう。弓兵ゲーな気がしないこともないんですけどね。まあ、序盤でこうやって大量にはやられるも、2対22対2よ。ナイス、いけるやろ。うわ、外した。奴の指が届く。やべ、ワンオンワン。外したら死ぬぞ。いける、いけだー。嘘やん。嘘、それはない、それはない。ヘッドショット食らってんじゃねえよ。今こそ騎馬隊の出番や。敵の投石機がちょっと強いから、もう投石機を倒してほしい。さあ、かけよう。かかん、よし、よく耐えた。そこを抜けるんや。抜けろ、よし、投石機をやれ。ナイス、ナイス、ナイス。暴れろ、暴れろ、暴れくれ、暴れくれ。ナイス、ナイス。お、投石機、いや、いいぞ。投石機破壊できてる。わ、騎馬隊。あー、やられたか、ここで。いや、まだ生きてる。時間稼げ。よし、たとえ騎馬がなくたとしても、いいぞ、いいぞ。いや、これ、あー、こいつがまだ生きてるか。こいつを早いところやってもらわんと、あとないと、盾持ちはさすがにつらい。持っていかれる。うおー、こうや、こう、こいつらが切り裂いて投石機とかいろいろ引き寄せんねん。でその間にこの本体が進軍して焼き尽くす、これやな。あ、もうちょっと前にしよう。これ、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。 GG です。たとえ騎馬隊、よしよし、騎馬隊蹴散らせ。バカかー、バカー。いや、いいよいいよいいよ。いやー、引っかかってる。これはなし。このコースアウトはなしにしてあげて。このコースアウトはなしにしてあげて。あー、いや、でもナイス投石機。よく引き寄せてくれた。勝ちましたね。勝ちました。やっぱりね、ドラゴンなんですよ。やっはー、強い強い。チュヨーン。つえー。いらねえな。隠しキャラなんていらねえよ。わー、出た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 。これ一番後ろ何これ、弓兵？あー、スネークアーチャーね。はい、もう完璧です。ドラゴンには勝てません。さすがに。ヘビごときにね、負けへんのよ。ほら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 。もうヘビがこうやってなんかこう、ちょっかいかけようとしてるやろ。でも、俺らはもう初期状態でぴょんぴょん跳ねてるから、もう効かんのよ、ヘビは。すまんの。こっちね、ヘビ効かんのよ。ドラゴンやぞ。もうヘビの進化系みたいなところあるやろ。はい、お疲れ様です。え？終わり？チャレンジあっという間に終わったけど、強いん？期待してるよ。お、新マップやないか。テンション上がる、これ桜やろ。うーわ、しかもなんか配置かっこええし。え？あ、ドラゴン封印された？あー、俺ら側は日本軍的なやつはもう使われへんのね。はい、これでいくわ。完成した。せっかくね、相手が日本軍みたいなやつらなので、もう圧倒的な力でねじ伏せたいと。で、右翼はもうこの斧使い、たった一人の斧使いでもうバチコリやってもらいます。で、この中央軍ですよ。中央軍はこのキングでもうバチコリ。
私ボキャブラリー少ないんですかね。やってもらいますわ。で左翼はまあ副将を2兵置いておいて、でこいつですよ、たった3人でもうバチクソ、やっていただきますという感じで、うら見せてやれ格の違いというやつを。さあまず相まみえるのはどこだ。なままずい、左翼がくそ、お、もうわるわるだ左翼。あー味方ごと刈り取ってんじゃねえ、後ろから来るぞ、くそこいつら両方で挟んで、お、え、めっちゃ強くないこいつ、やるやんやるやん。キングはこいつは大丈夫そう。キングはうわもうやった、あ将軍同士の差しの戦い、ははは勝ったのは私のようだな。ちょれえな、ちょれちょれ。今度は中央に力を貯めた感じ。まあ言うてこれ侍でしょ、こんな武士とかね、言うてまあ忍者、うん、左右に忍者ね、はい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 、言うてやねんな正直。はい、もうこれで生かしていただきます。はい、もうミノタウルス3体ですよね。もうミノタウルスさえいればいいですよ。でミノタウルスの副兵っていうか副将として、あの剣士を2体ずつ、もうこっちはミノタウルスの惑星というコンセプトでやっていくので、はい。何ですか？つまんないんですか？おい、あ、びっくりした、落ちてまうか思った、びっくりした。え、ちょっと待って、右翼は、右翼がおなざりになっとるぞ、右翼が、いや違う、これはミノト、うおぉ左翼もおなざりになっとるぞ、おい左翼、あ、こいつ人間を見せやがった、落ちる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 、いやこれはミノタウルスの高骨な作戦や。中央に力を貯めて、中央を先に全滅させてから右翼と左翼に再び旋回するというサクシアのミノタウルスっていう実況を挟みたかったんやけど、その挟むまでにもう終わったな戦い。じゃあこれでいくわ、さっきのミノタウルスの意志を継いで、もう中央中央からね、この流れるようなこの流水の動きをヘッドスライディングして、もう完全にもうもみくちゃにしたところで、ほらもう忍者が見てください、もうここぞとばかりにもう餌と言わんばかりもう狩り場になってるやろ忍者の。もうびっくりするぐらい手裏剣投げてますよね、右から左から、ほら見てください、すごいいい、あーこれ忍者気持ちよさそう、すごい狩り場になって、ほらもうやだ。そんな手裏剣投げんでいいやん、そんな切れることある、ふざけただけやん、俺も使わしてやダイナスティ。はい、じゃあもうこれでいくわ、これは、石膏兵ですね。で、後ろにもう弓兵ですよ。で、これがボス。もう完璧。まず、高所取ってるから、こっち側は。中央はこれ、くぼんでるやろ。そこを私は逆手に取って、やっぱ高所取った方が基本的に強いんでね。高所から弓矢を、まあ、大量にお見舞いすると。ほら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 、バカめバカめ、ほら寄ってきよったで、見て見て、この橋の上から右も左も中央に向けて弓矢打ち放題。え、ちょっと待って、ちょっとちょっとちょっと、何その能力、そのほらあかん、この武士弓矢弾きよる、そんな能力あったんですか、つえ待って、弓矢がくるくる、うっそーそんなそんなうそーつこれや、これ思い出したわ、振り返ってみるとドラゴン4枚抜きしたシーンあったじゃないですか、これ縦に並んでるでしょ、そういうことよ、抜けっちゅうことや、そういうことでしょ、ヒントが隠されてたんやって、これで、これもうロングはいける、ロングは一直線に、いやちょ、下手すぎん、さすがに2発目はいけるでしょ、手裏剣が届く前に、じゃないとお前何もしてないことになるからね、しゅ、なんかは？はい、ということで相変わらずわけわからん感じになってますが、次回ね隠しキャラ
アンロックしますわ。さすがにね、今まで使ったやつずっと使うの飽きてきたので、次回隠しキャラをアンロックしていこうかなと思うのでお楽しみに。ということで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。